小野の重、左のサイドでプレッシャーをかけた前橋育英、その小野の重にボールがこぼれます。ウィナーズ高次郎が送らせに行く。おっと、小野の重抜けました。中をちらっとマイナスのボール、左足のシュート。シュートが弱くて幸いでしたが、非常に危ない攻めです。センターバックも使って、さあここでパスの距離を変えます。左サイド高い位置、追記が上がって佐藤が落として、真ん中に篠崎がいて仕掛けの形に入っていきます。さあ斉藤のクロス、高次郎が外つかしてかける間、奥まで来た。ただこれは大外にいた茂には届きませんでした。セカンドボール、さあ小野の重、ここはキープ。高次郎を剥がします。ウィナーズも戻りましたが、これはどうだ。おー、よく頑張りました。高次郎絶対あれ入り替えちゃダメだよ。センターバックが開いた間に中盤のセンター2人のどちらかが入ってボールを運んでいきます。前橋育英、落としをもらって斉藤がアウトにかけてラストパス、これはどうかな。追記は一つ真ん中に入れます。中村が左に広げました。クロスボールに対してはちょっとさ、探る縦パス、そっからこういうボールで勝負をかけてきます。おっと、高次郎に対して体を入れた斉藤、そして左から流し込んできました追記。かけるかけると高次郎変わって1、